皆さん、こんにちは。今日は2020年7月6日、月曜日です。今回のこの動画は、埼玉県越生町にあります、黒山三滝という3つの滝が有名ではありませんね。埼玉県の中では有名ではありますけれども、全国的にはそんなに知名度はありませんが、今回、紹介したいと思います。1950年には新日本観光地百選の、その幕府の部、まあ、滝の部門で第9位に選ばれたこともあるようで、その古くは明治大正時代にはそのここの周辺に温泉が見つかり、それで数々の文学者が、例えば田山花袋などの文学者がやってくるような、そういう有名な観光地であったようです。あ、こちらにも田山花袋紀行の地という碑がありますね。碑では、まあ、案内板と言いますか。まあ、自分は田山花袋はちょっと教科書で名前を知るぐらいで、あまり詳しくはありませんが、ここのお店は文学館ということで、多分なんか先ほど見た感じではここで部屋を何時間か借りて、そこでその文豪たちの作品を読むっていう、そういう風流な商売をしているようです。先ほどの一番最初の門を入って少し、まあ自分は車で来ましたが、先ほどの門をくぐって無料の駐車場が何台かありまして、そこで車を止めて、でそこにある看板によると、そこから黒山三滝の奥までは、だいたい歩いて15分ほどの道のりということで、だいたいこの動画の長さとほとんど同じだと思います。いや、5分ぐらいはカットしますが、はい、よろしくお願いします。この滝まで行く道のりも本当に素晴らしい、本当に自然あふれるっていう言葉が本当に的確な、でこの秋になると本当に紅葉が綺麗なようです。すごい人が多く来るようです。この今来ています越生町というのは、埼玉県の中では、まあ、一番、まあ、川越に近いですかね。一番有名な町を基準にすると、川越から車で大体、まあ、それでも1時間ぐらいかかりますが、電車だと東武東上線という電車がありまして、そこから乗り換えて東武越生線という支線があるので、そちらに乗り換えていただいて、越生駅という駅で降りていただくと、この黒山さん、でもそこのからはバスでないと、少し歩いていくのにはちょっと遠い気がしますね。ハイキングコースになってるような道のりですから、歩くのが好きな方なら歩いてもいいでしょうし、ちょっと歩くのが億劫だという方はバスで来るのが良いと思います。この看板を見てみると、関東ふれあいの道、義経伝説と滝のある道。このコースの中心、顔振峠は、奥武蔵から富士山に至る山並みの展望に優れ、奥州へ逃れる源の義経が景色の良さに顔をふりふり登ったという伝説があるほどです。なるほど、まあ、それほど自然が綺麗で風光明媚な土地だったということですね、昔から。今回紹介している黒山三滝という名所といいますか、まあ、その3つの滝があるわけで、そろそろ近づいてまいりました。1番目の天狗滝で、その奥には男の滝と書いて男滝、女の滝と書いて女滝という滝が2つあって、それら3つを総称して黒山三滝と呼ぶそうです。
はい、天狗岳に着きました。この今見えてる滝の奥にある細いのが天狗岳だということです。現在ちょっとどす、あの雨が多かったりとかして、立ち入りがちょっと難しくて、立ち入り禁止になっておりまして、ちょっと奥までは行けませんでしたが、十分遠くからでも素晴らしい滝だっていうのは分かります。さて、ここまで来たらもう小滝、宇滝まではもうすぐですね。あと5分もかからないぐらいですかね。この黒山三滝というのは昔からその修験道のその訓練といいますか、その修行の場ですね。そういうのに使われていたようで、確かにこの後ご紹介する小滝目滝というのは本当に滝行で本当に使えそうな立派な滝で、まさしくなんかこのような道を歩いてると本当に米がいてもおかしくないような、そんな気がしましたね、撮影していて。で、ここの案内を見てます。こっちの今見てる方の道の方を歩いていくと、関八州見晴らし台というのがあるそうで、そこからは関東の全域が一望できるようです。今回の動画では普段も音楽を入れているんですけれども、今回は川のせせらぎを聞いてほしいので、ナレーションだけにしてあります。まあ、なんかその川の音は本当にいいんですけれども、自分の自宅の近くにも川が流れているので、目をつぶって歩いてると、まあ、自分の川と音はまあ変わりませんね。それほど普通に街の中にある川なんですけれども、でもやっぱ目で見てみると全然本当にそこは美しさが全然違います。さて、そろそろ本当に奥まで来ました。本当にここら辺、この赤い橋は今立ち入り禁止ですね。はい、あと 0.1 キロだそうです。もうすぐですね、本当に。この階段、石段を登って、もうここら辺がお土産屋さんとかが普段は開いてるような場所らしくて、もうここが本当にフィナーレですね。この右にあるこの石段が結構急で、ここのお店の人はこれを結構登ってるのかと思うと、結構その苦労が忍ばれました。 忍ばれましたというか、結構大変だなと思いましたね、これは。ここもかなり急な階段で、で、このお家でしたかね、確かなんかその、なんか有名ななんか占い師の方が住んでらっしゃるようで、結構なんか繁盛してるような話を聞きますね、その地元でも。まあ、こんな山奥で、商売をして繁盛してるぐらいですから、まあ相当、なんか当たるとかそういう、まあ、そういうことなんでしょうね。やっぱり評判がいいと言いますか。ここら辺はそのなんか観世音菩薩とか、その昔の修験道のその名残といいますか、お地蔵さんだとか、そういう雰囲気が感じられます。ここのろうそくもまあここら辺に、まあ多分誰か住んでるんでしょうね。ろうそくを多分毎日つけたりとかしてるんでしょうけど、さあ、いよいよここから滝がもう見えます。もう目の前に見えるはずです。さあ、見えました。こちらが男の滝と書いて小滝という滝です。この音が本当にすごいんですよね、本当に。いやー、この下で滝行というのは本当に辛いでしょうね。
その下に見えるのが、今見えているのが目滝という滝です。こういう、まあ、すごいなかなか神秘的な風景ですよね。本当になんかもう義経とかがなんかその修行をしていてもおかしくないような、そういう感じの雰囲気がします。まだ黒山さん滝というと、まあそんなに有名ではありませんけども、埼玉を訪れる際は、まあ、訪ねてみるのも一興かなと思います。キコラの歴史も結構昔からあるみたいで、ここにも室町時代云々と書いてありますが、そうですね、その後その吉原で成功を収めた人もなんとかなんとかとか、まあ、こう見ると結構昔は本当に有名な観光地だったっていうのは、まあ、昔はそんなに今ほど娯楽もなかったでしょうし、まあ、旅行といってもまあ大体は国内で済ませることが多かったでしょうから、まあそれなりにやっぱりこの黒山さんたちの観光客の人が結構いらっしゃったのかなという感じはします。さあ、長くなりましたが今回の動画はここで終わりにします。皆さんご視聴ありがとうございました。